ラブライブスーパースターっていうプロジェクトの一般公募オーディションでこの業界に入らせていただいたので、もともとクラシックバレエを13年間やってたんですけど、もう自撮りしてこの嬉しい気持ちを一緒に貼っとくとか。はい、本日のゲストは青山渚さんです。青山渚です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、お越しいただいて。葉っぱがたくさんありますね。そうですね、ないとは言わせないぐらいありますよ。めちゃめちゃありますね、はい、そうなんです、もう自慢のスタジオでございます。はい、私のスタジオでございます。爽やかな感じでいいですね。そうですね、でも本当になんか自分のスタジオに女性声優さんを呼ぶって、なんか本当にすごくただの顔を出してるみたいな感じに聞こえますね。そういうわけじゃない。そんなことないです。ナイさん、ありがとうございます。そうだから、青山さんとこうやってお仕事すること自体も、はい、もうないですから。初めましてですからね。初めまして、青山渚と申します。向井と申します、よろしくお願いします。いや、ありがたいです。そのまあ一応僕は芸人をやらせていただいてるんですけども、はい、知っていただいてたかな、どうでしょうか。もちろんでございます。いや、あの私の友達にファンがいまして、お話を聞いておりました。青山さん、そんなわけない。向井にファンなんていないんです。いや、あのこの番組を見てる人なんですよ。あ、そうなんですか。へえ。結構あの芸人さん好きな友達で、はいはい、これ見た方がいいよって言ってる時に、え、いいんですかっていう感じでオファーいただきまして、すぐその子に連絡を入れました。あ、本当ですか、嬉しい。いやいや、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。だから初めご挨拶した時も、はい、マネージャーさんとお二人でおられて、まず、質問として、はい、あのどうお呼びすればいいですかっていうふうに言っていただいてること自体がめちゃくちゃ知っていただいてるというか。そうなんですよ、僕今天心向井っていう名前と、はい、天心半太郎っていうこの2つの名前が行き交うっていう、そのめっちゃちっちゃいジキルとハイドみたいな、何やってんだろうっていうことなんですけど、まあそれでもう多分天心半太郎にはなるんですけど、それでそれを言っていただいてるってことが嬉しいというか。あ、どうでもないですね。いやいや本当に。いやいや、だからまあ今日はちょっといろいろね、まあ1時間ほどでなんかまあ親しくなるまでいかないかもしれないですけど、なんかいろんなことを知れたらなと思ってやらせていただこうと思っております。よろしくお願いします。私は向井さんとお呼びしてよろしいでしょうか。そうですね、向井さん、半人、半太郎ちゃん。半太郎ちゃん、いきなり飯やろう。はい、ですけど全然向井で大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。青山さんってもう、役者さんというか声優さんなられてどれぐらいなんですか。今3年4年目になったところですね。4年目どうですか、この、まあ、声優さんになってこの3年間ぐらいって。そうですね、本当に目まぐるしく日々が過ぎていくので、はい、なんか毎日あの1日過ごすに必死って感じで。あ、なるほど。私あのラブライブスーパースターっていうプロジェクトの一般公募オーディションでこの業界に入らせていただいたので、はい、何もわからないところからいきなり大きな舞台がもうすでに準備されてて、そうですよね、そこに向かって必死にみんなで走っていくっていう状態だったので、これ合ってんのかな、どうなんだろうっていうのをずっと思いながら毎日過ごしてましたね、うん、そこのでもやっぱ走り切っている様がやっぱ皆さん応援したくなるしってことだと思うんですよね、うん、そうですね、本当に応援してくださってる方の声援があるからこそ私も頑張れるみたいな感じで、はいはい、それがなかったらなんかもう無理ってなってたかもしれない。いやいや、もう大変だと思うんですよ。で本当にあの東京ドームとかの、あの異次元フェスも、はいはい、配信で見させていただきました。 ありがとうございます。いやいやいや、もう素晴らしかった。もうやっぱりもうまあね、一個一個のパフォーマンスがどんどん上がってきているからこそ、やっぱあそこでしっかりとそのまあ後輩ちゃんってわけじゃないですけど、そのなんていうんですか、ちゃんと先輩である佇まいを見せているなというふうに思って。いや、すごいですよね。いや、もうめちゃくちゃ大変だと思いますね、やっぱダンス見てると。そうですね、なんか私もともとクラシックバレエを13年間やってたんですけど、
っぱクラシックバレエ の, あのちょっと滑らかな感じの動きと、うんうん、リエラ、私が所属しているグループがあのリエラっていうスクールアイドルグループなんですけど、はい、そのグループでやるダンスはどっちかというとキレキレな感じで、はい、ヒップホップ寄りだったりジャズ系が多いので、うんうん、そのクラシックバレエの癖を抜くっていうのが結構大変でしたね。そうか、知ってるからこそ、踊っていたからこそ、これを抜く作業ってめちゃくちゃ大変なんじゃないですか。結構大変です ね、 ね、なんか、はい、あの綺麗になりすぎちゃうというか、うんうん、それこそからのバレエは全身を使って動かすんですけど、はい、リエラのアイドルとして踊るときはなるべく顔がカメラに向くように、全身じゃなくて顔以外のところを動かす。なるほど。そうなんです。そういうのがあって、はい、最初は自分らしく踊ろうと思ってたんですけど、はい、実はそうするとあれ、なんかカメラに対しては良くないかもしれない、うん、見てる方からしたらちょっと求めてるのこれじゃないのかもなとか、はいはい、そういうのがやっぱ配信であの、はい、出るので、そこでめっちゃ勉強しました。プロ意識プロ意識だ。そんなことない。いやだからそうなんですよ、そういうふうに、ね、やっぱちゃんとね向き合ってね、やられてるっていうのもありますし、はいはい、でもあとはもうその何て言うんですか、人間の部分を知らないので。あ、そうですね、はい、確かに、1998年、あ、大丈夫です大丈夫です、それを、はい、じゃあ覚えましたじゃないんですよ、はい、そオーディションじゃないので、はい、今25歳です、はい、で25歳。好きなものは、好きなもの、あ、食べ物は芋、さつまいもが好きです。さつまいもが、はい、へえ。さつまいも好きすぎて、あのニコニコチャンネルプラスの方で、はい、あの青山渚の勝手に芋協会っていう、もう芋に特化した番組で、勝手に芋協会やってます。勝手に芋協会っていうのを作ってやってます、はい、そうですね、まあでもいいか、勝手ですもんね、勝手なんで公式じゃないみたいな。さつまいも僕も美味しいと思いますけど、はい、でもその何の料理が一番好きとかあるんですか。一番好きなのはもう焼き芋ですね。あ、シンプルに焼いて食べるのが好きで、はいはい、もう家で結構あのオーブンがあるのでそこでじっくり焼いて食べることが多いです、はい、あ、家でも作られるんですか。そうです、そうです、もちろんです。はあ、もちろんなんだ。いやもう僕焼き芋ってやっぱりその、まあ、今こそ少ないですけど石焼き芋みたいなのとか ありますね。あとはもうあのドンキの端に売ってたりするじゃないですか。ドンキホーテの焼き芋ってめちゃめちゃ美味しくないですか。あるあるみたいに言われましたけど、すみません。そうなんですよ。食べたこともありますけど、いや確か美味しかったイメージあるけど、あれはじゃあもうめちゃくちゃ基本美味しいんですか。ドンキホーテの焼き芋はめっちゃ美味しいイメージあります。あの値段であのクオリティはあんまりないですね。はい、いやいやもう焼き芋屋さん側の意見だ。あのクオリティであの値段って言い出したら。安いですもんね、確かにね。安いですね、で、うん、結構量もじっしりなので、お腹いっぱいになれるっていう点ではもうドンキナンバーワン説あります。あ、そこまで、はい、そうだから焼き芋ってそのね、まあ、自分で作られるからあれですけど、なんか欲しい時にどこで買えばいいか分かんないイメージなんですよ。あ、そうですね、冬だとなんかスーパーとかにも置いてたりしますよね、たまに、はいはい、でもあんまないですよね。だから年中食べたいってことですか。あ、そうです、年中食べたいので、はい、もうさつまいもスーパーで買ってきて自分で作るしかないみたいな感じです、はい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 、あとはなんかふるさと納税とかで焼き芋、もうできた焼き芋が冷凍されたものが2キロ、はい、2キロとか入ったもの売ってるんですよ。2キロ多いですね。それを今も冷蔵庫、はい、冷凍庫にストックしといて、なるほど、食べたい時に出してチンして食べるってことやってます、はい、そんだけ食べてた、なんかアレンジした食べ方とかそういうのをしたいとかいう感じではないんですか。なんか私は焼き芋にバターつけて食べるのがすごい好きで、うん、絶対うまい、最高なんです。カロリー爆弾になっちゃうんですけど。いやでも確かにそうですね、食べ過ぎに注意っていうのもありますよね。そうですね、はい、でも結構お腹たまるのでまあまあまあいいんじゃないかな、うん、あと食物繊維がたっぷりなんで。確かに一食として捉えたら焼き芋は案外いいかもってことです。いいかもしれないということで、そんなに、まあ、1位もダントツですか、もう焼き芋、芋が、芋1位、 1.5 位ラーメン、餃子みたいな。 1.5 位っていうのはずるくないですか。その肉薄しすぎじゃないですか。似てるんですよね、はい、似てる、あのなんていうんですか、芋だけではやっぱり生きていけないっていうのがあるので、はい、
はい、そりゃそうだやっぱ、ね、1日3食芋ってなるとちょっとなんか揚げ物欲しいなってなっちゃうので、まあ、同率1位、まあ、1位は芋だとして、うん、まあ、この辺2位と1位の間ぐらいにあの家系ラーメンがいます。あ、はいはいはい、あ、家系ラーメンお好きなんですか。家系ラーメンが大好きで、こってりしたのがすごい好きで、はいはいはい、週1は絶対食べてますね。すごい。や、家系ラーメンもだって家系ラーメンだけじゃなくて、あの、はい、あのスープに浸した海苔でご飯食べたいとかあるじゃないですか。その通りでございます、はい、やっぱ食べちゃいますか。食べちゃいますね、はい、ご飯は頼みますね、うん、あとあのたまになんていうんですか、きゅうりの、うん、あ